はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回はですね、新しくなりましたニューエクストリームロードフィーバーバージョン 3.0 で遊んでいきます。はい、もう大好きなエクストリームロードフィーバーですね。嬉しいですね。結構まあまあなペースでね、新しくなっていっていってますから、本当に嬉しいです。で、荷物はまたですね、自社便の空にですね、この道また長いと大変なんで、一応ちょっと短めの荷物にしてます。で、こちらをですね、プラットフォーム1番っていうところからプラットフォーム3番っていうところまで、距離はおおよそ224キロですね。で、これ皆さんあれ覚えてますかね。ちょっとマップ見ますね。ですね、一番当初、バージョン 1.0 の時はこのプラットフォーム1番から、プラットフォーム2番までしかなかったんですよ。ずっとね、この道しかなくて、で、その次にこちらのプラットフォーム3番っていうところから、こちらのプラットフォーム4番っていうところまで、だから1番2番3番4番ってあの10の字みたいな風になっとってですね、1番から2番はもうめちゃくちゃ難しいに見ちゃったんですよね。で、まあ、3番4番になって結構緩くはなったんですけど、もう1番2番が難しすぎたから、まあ、3番4番がね程よくて良かった感じになっとったんですけど、それがだから今回のバージョン 3.0 になって、1番から3番で2番から4番もつながって、全体的でこう8の字を描くようなマップになりましたね。で、まあ、ちょうどね、荷物がね、なんかもう1番2番とか結ぶやつしかなくて、もう運べんかったから、もう1番、とりあえずね、今回新しくなった1番3番やりたかったから、自社便でちょっとこういう風にね、チェックポイントつけたところを通って1番から3番に向かいたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょうかね。エンジンかけます。はい、じゃあギア入れて、サイド落として、ハザード消して、はい、やっていきます。道が待ってんのかな。これほんとね、エクストリームロードフィーバーめちゃくちゃ楽しいですからね。楽しみで仕方がないんですけど、もういきなりめちゃくちゃ狭い。これ海かな、海っぽいな。狭い。これ今回のね、エクストリームロードフィーバーのマップ自体はね、確かこれもパスワードいったかな。ちょっとパスワード入れて、回答して、でモッドの中に
ぶっ込んでゲームで入れるんですけど、もともとそのバージョン 1.0 にあった、ベースっていうマップが入ってないんですよね、その今回ダウンロードしたやつの中には。なのでそのバージョン 1.0 から、まあ、バージョン 2.0 の時にも使ってたはずなんですけど、そのマップのベースっていうやつは一緒に入れてやらんといかんのでね、今回その回答した2つだけあるんですけど、その2つだけ入れても動かないんで、バージョン 1.0 かバージョン 2.0 の時に一緒に使ってたマップベースっていうやつをもう一緒に入れて、トータル、ERF エクストリームロードフィーバーの、回答してきたやつ全部合わせて3つですね、3つ入れてやらんと動かないんで、それだけ注意してもらえればいいと思います。うい、何やこれ、うふいいぞ、僕なってきたぞ。このスカニアもかっこいいでしょ。タイヤが全部で、まあ、横から見ただけで2、4、5全部で10個で、まあ後ろダブルタイヤになってるでしょうからね、全部で何個ついとんかようわからんけど、で9つあるんかな、片側ダブルで全部で18個になるんかな。ちょっと派手めスカニアでやってきます。ここもね、対向車が来んからいいですけどね、これ千枚ぞ、うわっ、ニンニク、ええー、なー、でも素敵やな、これも。バージョン 1.0 のプラットフォーム1番からプラットフォーム2番のやつは本当にめちゃめちゃ難しかったですかね。曲がれんかったり、横転したり、崖の下に持ってったんじゃないかな。おお。で、スタックしたりね。そこら中で止まったもんな。で、バージョン2の、バージョン 2.0 の、プラットフォーム3番、4番が出て、1番、2番がね、難しすぎたから、すごい覚悟しとったんですけど、びっくりするぐらい簡単にやって、それはそれで逆にね、ある意味、びっくりしたというか、国道での224キロですからね、結構かかるんじゃないかな。飛ばせるとこは飛ばしていかんとね、本当に。いい、狭い、
ショートカット、これ対向車来たら本当死ぬやろな。大変これスピードも出る、うふう、すげえ景色やな。あ、ちょっと逆バンクや、危ない。いやー楽しいなこの道。ここやばいやばい、なんか窓閉まってるんですけどね、窓が開いてる音みたいなのがたまに、うわっ、怖っ。まだねぐねぐねした道が続きますからね。楽しそうな道作ってくれますよねこれ。本当エクストリームロードフィーバーが一番好きかもしれんな。楽しすぎや。うわあ、危なかった。なんか難しい、この視点じゃないと難しい。喋れない。なんかプロジェクトジャパンとか東京湾岸とかも、もう新しいの出とんですよね。まあ、新しいの出とるって言っても、中身はそんなあれなんかな。ユーロトラックのバージョン 1.38 に対応したぐらいなことやとは思うんですけどね。でも 1.38 になってから一回もね、プロジェクトジャパンとか、湾岸モッドはやってないからね。それもやらんといかんな。道が新しくなってないからね、あんまりね、みんなそれほど見たくないんかなとか思ったり。怖
ロジェクトジャパンはでもねいろいろ隠しネタが多いから一回やってみていろいろこうねやっぱ探さんとダメですよね。もしかしたら裏道とかね、裏道隠し国道とかね増えとるかもしれんし、インスタ映えスポットとかもね隠されてますからね。でもあれか、とりあえずこのエクストリームロードフィーバーの走ってない2番、4番プラットフォーム2番、4番もやらんといかんからね。まず先そっちやった方がいいよな。ドドウ、今回これでもなんかむちゃくちゃなカーブみたいなのはないからですね、なんとかこう曲がれるような感じの道なんで、そこまで時間かからんのかな。普通な荷物、あれ、普通な荷物というかもうちょっと長めの荷物トレーラーとかでも良かったかもしれないですね。これぐらいだったら全然曲がってくるやろな。すごいなこれ、筋肉痛なりそうなぐらいハンドル回さんでかんで、これまったく外の景色が楽しみないですね、これ危ねえ。それにしてもあれですね、やっと涼しくなってきましたよね、秋らしくなってきて。まだまだね太陽が出てる真っ昼間はちょっときついけど、だいぶね外出てもいいかなって気持ちにはなるような感じにはなってきましたよね。狭い、狭い道でこうやってね両側に壁みたいなのがあるとやっぱねちょっと気使うですよね。急に難しくなるもんな。しませてくれる、あれ、あ、もう着いたんや、着きましたねこれぶっ飛ばしすぎかな、はいや、あらあら、着きましたね。プラットフォーム3、
まろうと思ったんかな。これや。着きました。もちろんバックで止めるのは嫌いなんで、向こう向きに止めますか。よし、はい、じゃあニュートラル、サイドブレーキ、エンジンオフ。はい、外行きまーす。これもかっこいいですよね。いや、かっこいい。R700 ですか。タイヤがごっついもんね。はい、ということで今回はですね、新しくなりましたニューエクストリームロードフィーバーバンジョバ、バンジョすいません、ニューエクストリームロードフィーバーバージョン 3.0 で遊んできましたね。で、荷物はもう自社便です。自社便の中身は入ってないやつですね。こちらをプラットフォーム1番からプラットフォーム3番まで、距離はおおよそ224キロですね。こちらを走ってきました。まあこれ本当に道がね、まあ、カーブはめちゃくちゃ多いんですけど、ぐね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 しとって運転は大変なんですけど、その、まあ、荷物が短いっていうのもあるんですが、別にぶつけることもなくね、やってこれたから、なかなかすがすがしく遊べるかと思います。でもう一回ちょっとマップ見ますけど、次回はね、この2番から4番、4番から行こうかな。ちょっとここがまっすぐっぽいから4番から出発して、またこれグネ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 してますけど、プラットフォームの2番に向かっていこうかな。4番から2番に行こうかな。これもね、荷物なさそうなんで、もう多分また自社便になっちゃうと思いますけどね。まあこれでも本当にね、このプラットフォーム1番から2番っていうのが地獄のようなもう難しさ、精神的にもやられるぐらいの難しさやったんですよね。確かこのスタンドで1回休憩するんじゃないかな、ここで1回区切ったと思う。それぐらいもう全然進まんくって、もうね、難しい、最高レベルに難しかったんですけどね。すごいだいぶ緩くなったなこれね、1番からずっとこう8の字で走るのも、もう楽しいかもしれんけど、結構時間かかるやろなまあそういうことでね、次回は、まあ、4番から2番か2番から4番、まあ、多分4番から2番をやっていくと思いますんでね、また遊びに来ていただければと思います。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価いただけますと本当に励みになりますんでね、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。